はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら、まあ、まず今ゲームモードクリエイティブになってますけど、後ほどサバイバルモードにしますので、まずワールドを、作りたいと思います。で、今回バージョンが 1.12.2 なんですけど、前回、まあ、ウィザーを仲間にするというかね、というモッドを使ったと思うんですよ。で、まあ、今回も一応仲間にできるモッドを入れましたと。はい、こちらですね。いろんなキャラクターを仲間に。これってさ、そういう専用の仲間がいるのかな。この今ね、鳥さん、例えばなんですけど、この鳥さんがいると。で、この鳥さんはもう乗れるんですよ。あ、ごめんね。なんかこの仲間にすることができるんだけど、これって普通にサバイバルにいるのかな。それとももう全部このキャラクター自体が全部、もしかして、あ、違うか。なんか乗れる豚さんがいるとか、そういうわけではないのかな。ちょっともしあれだったら、まあ、クリエイティブで出して、まあ、仲間で一緒にやっていこうかなと思います。今はもう鳥さん一緒になっちゃったから、もう鳥さん一緒にずっとこれからいよっか、サバイバルで。はい。で、このサバイバルでこの鳥さんとか仲間にしていきつつ、今回ですね、はい、こちら恐怖のクリーチャーモッド、はい、サーバントとかいるモッドですね。まな板で、まあ、チート武器でチートのキャラクターと戦うっていう、モッドで登場しているものでございます。なので今回、最強の仲間たち VS、こちら最強の敵で、どうだろうな、ダイヤを見つけるまでちょっとやってみたいかなと。はい、今回はね、ダイヤチャレンジということでちょっとやってみましょう。初めてダイヤチャレンジやるんじゃないかな。で、若干これ虐待疑惑とか出ない？大丈夫？これさ、違う、僕何もしてないんだよ。いや、太ったかもしれないけどさ、ごめんって。ちごめん、違う、でもすっごい今心が痛い、ギャーギャー言われるの、ごめんね。まあ、とりあえず、仲間、とりあえずは今回チキンを仲間にやってく。もう一人ぐらいちょっと仲間増やしていいですか。もう一人どうしようかな、誰にしよう。じゃあゾンビ仲間にしてみようか。燃える？燃えないよね。オッケー、ゾンビとこのニワトリちゃんで今回ちょっとやっていきたいと思います。ということで、じゃあこっからスタートでいいか。オッケー。あ、ちょっと待って、これはちょっとここに置いとこう。じゃあ行こう。ゾンビちょっとついてこれる？大丈夫、来れる？ついてきてくれるかな。どうなんだろう、瞬間移動する？大丈夫。あ、来てるね。オッケーオッケー。で、多分僕がこれを殴ったら、ちょっと戦うよ、戦ってみるよ。この豚ちゃんを多分殴ったら、ごめんね豚ちゃん、えい、やったらゾンビも一緒に戦ってくれるんじゃないか。いや、向かってね、むるトライアングさん、そういうのいいんでって。違うんですよ。ちょ、ゾンビちゃん何もしてくれないの、もしかして君。やばいな、待って、村発見した。待って、なんかいる、やばいのいるって。くっ、大丈夫、味方だよ。ハローエブリバディ、私の名前はトライアングルと申します。別名トラソンです。はい。いや、あれ、ゾンビちゃんかわいい、ぴょんぴょん飛んでるめっちゃぴょんぴょん飛んでるんだけど、ゾンビちゃん、ちょっとそっか、ないんで、ないんだ、痛い、ちょ、待って、逃げろ、一回逃げろ、待て、まず夜に なってるか、いや、暗くなってないか、なってるっぽく見えたけど、そう見えただけか。いや、でも食料はゲットしたが、まだ心もとない。てか、羊が欲しい、羊さん探しに行こう。でもな、羊さん探しそうにも、ちょっとあの村は探索したいんだよ。ほら、か、あの鍛冶屋あるん、鍛冶屋、急ぐぞ、大丈夫、これ味方だよね。多分これね、何も襲ってこないよ。これ多分味方。何？のストレージポイント、やりました。ポイントが溜まりました。やったぜ。わあ、これ本、あ、そっか、1.12.2 だから本棚あるんだ。で、ちょっと待って、鍛冶屋どこだ？あ、この上か。この上。ちょっと待って。なるべくこのニワトリちゃんで移動したいが、無理か。もう行こう。とりあえずちょっと鍛冶屋でいろいろ取って行こう。待て、これちょ助けるぞ。今助けるぞ。そして、いただいていきます。ありがとうございます。
あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、奥の苗木はいいかな、オッケー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 、よし、あ、いいじゃんいいじゃん。これでもな、これ掘りたいな、かまどとか欲しいんだけど、ダメか。まあまあまあ、とりあえず、あとチェストもうないか、多分大体あれだよね、このバージョンだと家の中には何もないもんね。オッケー、あ、てかゾンビがレベル2になった、いいよ、ゾンビもどんどん育てていこう、ゾンビも育てつつ戦っていくと、多分ゾンビも戦ってくれてると思うんだよね。羊を探す、チキン、チキン、はい、チキン、I'm come here、 チキンくん、あれか、よし、よかった、来てくれた、よかったよかった、お前たちじゃない、あれか、あれか、もしかしてチキンは、待て、チキンこっち来てくれ、チキン来い、なぜワープしてこない、チキン嫌われた、え、あれ、もし、そういうことか、レベル上がるだけ上がったらもう俺たち、俺はお荷物だと。レベル1の頃は確かに力が貧弱でした、あなたの力が必要でした、しかし私はもうレベル6です、もうあなたの力など必要ありません、そういう、ゾンビかー、ちょっと待って、急げ、洞窟だ、洞窟に入れ、ゾンビ軍が怯えてる、ちょっと待て待て待て、助けてあげてくれ、誰か誰か、お医者さんはおりませんか、すいません、エンダーマン出させていただきます、はい、すいません、ちょっと燃えないんで、この子の方がいいのかなと、よろしく、いいぞいいぞ、戦ってくれ、あ、戦ってる、いいぞ、よし、じゃあ行こう、とりあえずダイヤモンド見つける前にちょっとまず羊さん欲しいんだよ、羊さんがいないと始まらないし、でもこれありがたいことにさ、これ鶏さんで走ってればお腹すかないんだよ、これが強い、いいぞ、チキンくん、そろそろ見た目変わるんじゃない、レベル6、レベル9ってことは、しかし私が今欲しいのは羊なのだ、今めーって言ったよね、今羊さんの声が聞こえました、いたーよ、あ、羊さん、あらららら、ずいぶんリアルになったわね、あなた、ずいぶんリアルな顔になりおって、ヤギだね、声は完全に、完全に声はヤギですが、私は羊だと信じて借りましょう、はい、一瞬本物の羊さんがいた気がするが、私はこっちのリアルな羊さんの方が正直欲しい、これ倒したら何がゲットできるのか、もしかしたらいきなり羊毛がゲットできる、羊毛3つとかゲットできる可能性も、ほらどうだ、羊毛だ、やれやれ、こっちの羊さんの方が簡単に倒せる、ごめん羊さん、あーあー、危なかったね、危なかった、あ、肉やった、おいしい、あ、こっちの方が絶対いい、てかあれ、ちょっと待って、え、怒ってるよ、待って、エンダーマンくん怒ってる、大丈夫、僕は味方だ、大丈夫、落ち着いて、エンダーマンくん大丈夫、僕は味方、あ、待って、夜、あ、暗くなってくる、ちょっと待って、あれ、羊さん、ちょっと待って、やばい、まだ羊毛1個、ちょっと待って、なんで1個なの、あれ、あ、はい、OKおやすみなさい、しましょう、待って、周り、わー、倒してる、素晴らしい、エンダーマン強いぞ、かっこいいぞ、エンダーマン、そして大丈夫そうか、今のところ大丈夫そうだ、あらららら、大丈夫じゃねえよ、ダメだ、寝る、一回寝よう、これはもうダメだ、怖い、もう夜はほんとダメ、夜はアウト、あ、消えた、お昼になると消えると、あー怖かった、あっ、私空飛んでる、空飛んでます、あー死んだと思った、ごめん、めっちゃ過労死してそう、めっちゃ大変そう、ごめんね、ごめん、ちょっと、え、来たかな、これは最終形態、来たー、さあ、それではここで、ラーバンと出してみたいと思います、
最強の、ウィザー VS ラーバント、どっちが勝つ。お、いった、いったか。戦ってる戦ってる戦ってる、どうだ、戦ってるね。やばい、この絵は。どっちが勝つ。強い強い強い。これはウィザー勝てるか。上から攻撃、やば。どうなるどうなるどうなる、これはどうだ。ラーバンとこれ完全に攻撃できてないもんね。あ、全然食らってない。ダメージを受けずと。あ、でもちょっとずつダメージ与えてる。でもこんだけの距離になったらどうだ、当たるか。ウィザー攻撃当たってなくない。うわ、どうだこれ、どうだどうだどうだ。一発でも当たったら、いや、これダメージ受けてないわウィザー。はい、あれからですね、もう20分ぐらいかなやってるんですけど、あのね、この体力になってから体力が減らなくなりました、ラーバントの。ここまで完全にウィザーが勝ってて、もうラーバントの HP がちょっとずーつゴリ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 削れてって、10分ぐらいしてここまで来たんですけど、残り10分間全く変わってないので、多分ここがなんか多分能力が変わるんですよ、ラーバント第2段階みたいな。でなんかこの変なバリアを張ってるから多分効かなくなっちゃったんじゃないのかなと思います。あ、でもだ、食らってる食らってる、いや食らってるわ。あー、でもこのバリアが多分あるんで、これね、相当減り幅が低くなってるかな。まあでも一応こんだけ見て、まあおそらく、わ、すごいかっこいい、うわーかっこいい。まああの、ま、全くダメージ与えれてないので、これは、ウィザーストームの勝利ですね。はい、ということで、ちょっと今のところサバイバルでね、ダイヤ見つけるまで必ず終わりませんので、はい、なんとかダイヤ見つけて頑張りたいと思います。ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。それでは次回お会いしましょう。じゃあお疲れ様でした。やばいの出てる、すごいのが出てる。バイバイ。